ドグレイ伯爵はかつて存在した、英国の伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。第五代ルーカス女男爵、アマベル、ヒューム・キャンベルが1816年に除されたが、四大伯、フレデリック・ロビンソンの死により1923年に、廃絶した。初代ドグレイ女伯アマベル、ヒューム・キャンベルと、妹メアリー・ジェマイマ、ジョシュア・レノルズ作、1760年。 ポルウース興味傍人にして、第5代ルーカス女男爵、アマベル、ヒューム・ギャンベルは1816年10月25日に、ベッドフォードシャーシューレストにおけるドグレージを白爵に除された。この爵位には特別継承権が付されており、彼女の男子に継承できない場合は、彼女の妹メアリー・ジェマイマ・ロビンソンの男子に継承できる残余権付きであった。彼女は第2代、 ハードウィック博、フィリップ・ヨークと、第二代グレージョ公爵、ジェマイマ・ヨークの長女であり、彼女の母であるジェマイマ・ヨークは、第三代ブリーダルベーン・ホランド博ジョン・キャンベルと、アマベェル・グレーの長女である。そのため彼女は、初代ケント公ヘンリー・グレーの孫にあたる。グレージョ公爵位は、実母、ジェマイマの死により1797年に耐えたため、アマベェル自身の尽力で復活した。 その際に、1806年創設のグレー伯爵と区別するために、ドグレーの形になった。ドグレー女伯爵に子供はいなかったが、彼女の老い、第三代グランサム男爵、トマス・ロビンソンへのルーカス男爵くらいの相続とド、グレー伯爵くらいの特別継承の許可を得ることができた。この第二代伯爵は、ドグレーを生徒した。ドグレは、第2代グランサム男爵、 トマス・ロビンソンとドグレイ・ジョー・ハクシャクの妹メアリー・ジェマイマ・ロビンソンの長男にあたる。彼が1859年に死去した際、ルーカス・ダンシャクイは彼の長女アン・フローレンス・クーパーに相続された。一方で、男系相続しかできなかったドグレイ・ハクシャクイは彼の偉大二代リポン・ハク・ジョージ・ロビンソンに相続した。彼は、ゴドリッチ教として知られる元首相。 初代リポン伯フレデリック・ロビンソンの一人息子である。ドグレイ伯爵位を得た際、リポン教はドグレイ・リポン伯爵と名乗った。1871年にリポン公爵が創設されたため、以降ドグレイ伯爵は公爵くらいの法廷推定相続人が使用する儀礼称号となった。リポン公爵位は彼の息子、第二代リポン公フレデリック・ロビンソンに継承された。 この第二大公爵に子供がいなかったため、1923年に死去と、共に、リポン公爵、とグレー伯爵その他すべての称号は廃絶した。ベッドフォードシャーのレストパークにあるグレー家の邸宅ドグレージョ伯爵は、第三代マーチモント伯、ヒュー・ヒュームの長男、ポルウース教アレクサンダー・ヒューム・キャンベルの未亡人で、ある。グレー公爵家とグレー伯爵家は極めて遠,遠である。 ありがとうございます。